瀬が、俺は分かんない時は田口に乗るって決めてるからね。私は純くん一人だけ、まあ発言力も最後あったし、直樹さんの曲に投票した時の投票の理由があんまり納得いくなかった。ごめん、ちょっと怒ってた、ごめん。の濃い意見あったらヒントになるかなと思ったんだけど、特になかったから。トモロ君、うわ。特に喋れることはないんですけども、ちょっと反省してます。数あるプレーを後に。すごい。